下森副委員長。員長えー、みさん、こんにちは。はえー、自民議連の下森弘明でございます。えー、先週に引き続き、質問をさせていただきます。えー、先週はですね、ちょっといらんことを言い過ぎまして。 反省をするべき昨日ですね頭を坊主にしようと思って徳屋に行ったら、えー、それ以上もう人層が悪くなるんでやめた方がいいよということでちょっと短く切ってまいりましたまあ、いらんことをよりましたら時間が進みますのでえ早速でありますが質問になりますまず1点目は県立妙市中高等学校の整備事業費の適切な確保についてお伺いいたします、えー、昨年9月5日本当に嬉しい出来事がございました 広島県教育委員会の教育会議から我が三好に既存の広島県立三好高等学校に中学校併設をして平成31年の4月から中高一貫教育校を発信をしようということが決定をいたしました大変うれしく思っております早いもので私が就任をして早12年が経つわけでございますが もう10年ぐらいですねいずっと言い続けてまいりましたと申しますものを三好市三好市議会そして三好商工会議所経済界と一体となってですねぜひ三好にウェルカムということで一生懸命お願いをしていてやっと叶うことができました本当にありがとうございます、えー、そして今年の30年度の予算でございますがご存知のように中学校のクラスを 現状現状の建物を改修をするということで、債務負担行為合わせて3億2000万余りをですね予算を計上していただいておりますが、果たしてこれだけの予算で十分な教育環境が整備できるんだろうか、非常に私、疑問に思っているところでございます。少し愚痴を言わせていただくわけでございますが、たや今回の焦点でございました、H 学園。 建設費、あるいは周辺整備、合わせて69億円、69億円ですよ、そしてこの4月から開校する予定でございます、大手町にあります、広島市立のですね、えー、未来創生高校、これはですね広島市と折半ということではあるんですが、実に55億3000万円の予算なんです。69億55億 かたや3億千万ちょっと非常に私は違和感を感じております、そこで県立三好中学校・高等学校の開校に向けて、えー、整備事業費としてですね今回計上されました予算が本当に適切なのか、すなわち既存の高校の施設整備だけで、中学校・高等学校、十分なですね教育環境を行うことができるのか、教育長にまずお伺いいたします。教育長 三好高等学校におきましては、1学年2学級規模の中学校を収容することが可能な施設、設備を有しておりますことから、それらを活用しながら必要な改修等を行うことにしております。平成30年度当初予算案におきましては、中学校の設置に伴い必要となる教室や教材等の整備を行うための経費のほか、 中学校と高等学校の教員が日常的な連携を図る環境を整えるための中高合同職員室の設置特別教室等の内外部改修工事の実施などを行うための経費や校舎改修全体にかかる設計費を計上しております今後は学びの変革をより一層推進するため他の生徒との対話や討論共同活動などを行うことのできる プレゼンテーションルームの設置生徒の主体的な学びを促す環境を整えるため講種や学年の違いを超えて生徒が放課後等に集まり学習することのできる多目的教室の設置など特徴的な施設を整備してまいりたいと考えております教育委員会といたしましては三好中学校高等学校が県北地域における学びの変革のリーディングスクールとしてこうした特徴的な施設等を生かして 充実した教育活動を行うことができるように引き続き、しっかりと対応してまいります以上、下森副委員長それ,それにしてもですね、ちょっとね、少ないような感じもいたしておるのは私だけでしょうか、そこでですね2点目にお伺いしたいんですが、えー、寮ならびにグランドをですねどのように課題を認識され、 今後どののようううに設置をををししてていいいいいいここととととされているのかということをお伺いをしたいと思います先ほど以来、ですね教育長がおっしゃったように、今回は中学校ですね、2クラス80人でスタートをするということでございます。聞くところによりますと、あの成果が非常に現れております、東広島の中高一貫校、これ、生徒の半分は市外から来て、なおかつほとんど寮へ、 えー、入っているということをお伺いをしておりますえちなみに今の三好高校にある寮でございますが、えー 総生徒数は623人に対して、実に98人がですね寮に入っていて、現在でも男子寮、女子寮がですね満杯のような状況でございます。そこで、寮をどのように考えているか、また、グランドにいたしましても、中学生80人だと言いますが、グランドは今一つしかございません。こういったところについて、ですねどのように課題を認識をされているか、教育長にお伺いいたします委員長、教育長。 三好中学校高等学校の生徒量につきましては、美北地域の中学校への影響を最小限に抑えるため、入学定員や通学環境なども考慮して対応する必要もあり、現時点におきましては、整備の計画に含めていないところでございます。また、グランドにつきましては、かつて三好高等学校の学級数が現在の学級数を大きく上回っていた時期におきましても、 工夫をして活用してきており、1学年、2学級規模の中学校を設置した場合におきましても、例えば体育の授業では時間割を工夫すること、運動部の部活動につきましては、中学校と高校生の合同練習の実施や、練習時間帯や練習日の工夫、学校外の施設を活用することなど、効率的に活用することにより、十分で対応できるものとううに考えているところでございます。 下森委員長、す<森>ません非常にですね、あのー、地元の声と教育長の認識が非常に乖離しているように私は思われます。しっかりとですね、えー、地元の関係者の皆さんの声を聞いていただきたいと思いますが、何よりもお願いをしたいのが、今回は三好市、経済界一体となって、ぜひ三好に来てくれってお願いをされたわけでありますから。 万が一、ですね財政面で若干不安なところ等があれば、ですねできるだけ早く、この1年間、もあっという間に過ぎますので、できるだけ早く三好市、あるいは経済界にですねいろんな面で、こういったところは協力してくれよ、こんなところを応援してくれということをです、ね、言うべきだと思うんですが、そこ,そそこらへんについて、どのように思っておられるか、お伺いしたいと思います。教育長 三好市中学校高等学校の設置にあたりましては、毎年、三好市から県への要望活動が行われてきたところであり、その中で、併設型中高一貫教育校の設置にあたっては、必要な事柄については、まあ、地域を挙げて全面的に協力する旨、お伺いをしているところでございます。教育委員会といたしましては、今後も必要に応じて、三好市や地元関係者と協議を行いながら、より良い 教育環境の提供に努めてまいりたいという風に考えております。以上、下森副委員長。委員長言ったよね。はい、えー、教育長はですね。この度でまあご優待をされるわけでありますが、まあ、今回の中高一貫校歴史をたどれば。 下崎教育長だからこそですね三好氏が信頼をしてですねこれまでしっかりとですね歴史を刻んできたということがあります今度まあ教育長が変わるということでございますのでしっかりと受け継いでいただきますようによろしくお願いをします本当にこれまでありがとうございました委員長下森副委員長最後の質問になりますが 広島ちょっと時間がないので、端折って言いますが、端的に申しますと、今回の里山未来博、大変中山間地域の県民というのは、大変ですね、良い一年であったように思われます。特にですねこの里山未来博、志応援プロジェクトが非常に好評でございました。 実に269の企画を実施され、そのうち150の、151の企画に対して、約3800万程度でございますが、まあ、補助をしたということで、補助を受けた皆さん方、本当にありがたい思いでいっぱいでございます。私はこれをです、ね、継続して,していただきたかったわけでありますが、今年の予算を見ますと、一人り里山チーマ505、あるいは、えー ワンストップ相談窓口の設置、あるいはクラウドファンティング等を活用した課題解決に向けたです、ね、取り込み等をやられると言っておられるわけでございますが、このクラウドファンティング、言うまでもなく、今の世の中、あの自分さえ良かったらいい、自分さえ幸せならいいという世の中の中で,です、ね、なかなか私は、あのこれ、お金が集まるとは言い難いと思っております。そこで 広島天満未来約2017の成果に対する、中山間地域の県民の受け止め方や、志応援プロジェクトの継続などの要望に対して、どのように理解をし、それらに対して今後、どのように取り組もうとされているのか、地域政策局長にお伺いいたします。地域政策局長 里山未来博におきましては、地元の方々からは、都市部の人たちとの交流を通じて、地域の魅力に改めて気づいたといった声をきいただくなど、地域内外の多くの皆様と、中山間地域ならではの豊かな価値を共有することができたものと考えております。また、志応援プロジェクトでは、実施された方々へのアンケートを通じて、 他の地域で活動する方々と新しいつながりができたことや、地域の活動が広くアピールされ、活動を継続する意欲が湧いたことなど、評価をいただく一方で、終了後も活動を継続していくための資金調達の仕組みや支援者の確保、また、取り組みをさらに広げていくための広報や交流ネットワークの拡大などについて、支援を望む声が寄せられており、今後は、 資金面での自立に向けた後押しや、地域内外のネットワークの構築などに積極的に取り組んでいく必要があると考えております。このため、来年度はまず資金面におきましては、意欲ある人材の新たな取り組みを後押しするクラウドファンディングへの支援や、官民が一体となったコンソーシアムによる事業化に向けた支援などの仕組み作りを進めてまいります。 次にネットワークの拡大に向けましては、多様な実践者が集まる広島里山チーム500を中心に、専用サイトを通じた活動情報の積極的な発信や、広域的な交流の拡大に向けたワークショップの開催など、多方面からの取り組みを効果的に推進し、活動の一層の活発化を支援してまいります以上、下森副委員長、えー、クラウドファンディング。 ななかなかね口では見やすく言うと思いますけど、えー、今回の庄原のでの廃校イノベーション、これ、私、あのそばにおったんですが、地元の小林県議、大変苦労なされておったね、毎日のように関係者に電話をして、知事が里山未来役、成功させたいんで、みんな協力してくれってね、毎日電話しおっちゃったんですよ。 そういったね努力があってこそね私はお金が集まるんではないかと思うんでねまあそこら辺も注意して特に人づくりを重点的に取り組んでいただいてまた市長とですね各市町とですねしっかりと連携を図っていただきますようによろしくお願いをしたいと思います時間がありませんので最後にまとめてお話をしたいと思います今回の中山間地域のですねこの里山未来博あの先般もお話をしたわけでございますが。 思い起こせば平成の25年に振興条例を制定をし、翌年、振興計画、そして27年からこの振興計画が実施して、ですね一昨年、里山未来博が開催をされて、本当に中山間地域の皆さんというのはね、涙が出るぐらいね、嬉ししいい思いをしておりますなぜならば、前回も言いました、これまでね、海、島、どっちかというと、沿岸部の方に目が向いとったんが、今度はわしらの中山間、山の方へ目が向いてきたぞ。 よっしゃだからこそ、今年がね、私は勝負だと思うんですね、今年が。えー、そこで、私はぜひあのお願いをしたいのは、えー、知事が言う、誰も置き去りにしない県政、中山間地域だからこそ、置き去りにされている面があります、しっかりと里山未来博のように、えー、第2弾ではないですが、元気がつく施策を行っていただいて、広島東洋カープではございませんが、ホップ、ステップ、ジャンプ、

生かしていただきますことを心からお願いを申し上げ私からの質問を終わりますご清聴ありがとうございました